ちょっとね、この3万ソウルはロストしたくないので、レベル上げに使っちゃいましょう。で、まあ、筋力に基本振っていきますか。脳筋25まではいけない。から24に振って、技量も上げておくか。7400だから、あとちょっとだね。こういう時にソウルを使いましょう。一番小さいやつを2つでいいかな。あれ ?1 回振って、なんか計算がおかしくなったな。いいや、技量振って、で、6400の7400、1000か。1000だったら、まあ、6400も結構でかいからね。大きなソウルっていくつなんだろう、1個で。400。もう2つ使っちゃおう。OK、これで7600。じゃあ、これも技量に振っちゃいます。よし、じゃあ、地上に帰りたいので、また棺の祭事場ですね。そこまで行きますか。人間性ロストしそう。はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ダークソウル続きをやっていきたいと思います。闇村から棺の祭事場まで戻ってきたんですけれども、そうだよね、こいついないからかかり火が灯せないんだよ。ということで、じゃあ鍛冶屋のかかり火のところまで行きますか。まず青ニート君に話しましょう。2つ目の鐘も鳴らした。変なやつが出てきた。声もいびきもでけえし、口は恐ろしく臭い。笑えねえよ。そうか、あといろんな人たちが、いろんな人っていうか、助けたやついたよね。こいつだっけ？無事だったか。大沼の呪術がある。油断しなければなんとかなる。呪術を伝授してやってもいいぜ。素質がある。材料さえあればなんとでもなる。俺の感謝の気持ちだ。あんたも呪術は気色悪い口か。気色悪い口かって言われてるから、イエスって答えるとそうだよねってことだもんね。ノー。ワンダフル。あんたの役に立てそうだ。これを渡しておく。呪術の火。大沼の火。これで呪術師。呪術結構強かった気がするんだけど。なんかこの魔法力とかにね、左右されないような気がした。火の玉、発火。発火って手元に強い火を発生させる。最も単純な呪術の一つ。それゆえに炎自体の威力は大きい。いくら？あ、500円。買える。火の玉とか普通に強かったと思うんだけど、まあいいや、発火買っとこう。ソウルはね、レベル上げに使っちゃったからね。武器を進化。これは？これも500円か。呪術の火。呪術ってどういうシステムだったっけ？じゃあな。そう、で、あと、そっか、こいつか。こいつは復活してるんだよね。超変なやつ。話しかける。おお、お主か。目覚ましの鐘を鳴らしたのは。世界の蛇。王の探求者、フラムト。大王クビンの親友じゃ。目覚ましの鐘を鳴らした不死人の勇者よ。お主に不死の使命を伝えたい。よいかな？どうしますか？よいかなって言われてるんで、まあじゃあ聞いときましょう。よかろうならば伝えよう。死の勇者よ、お主の使命は大王クビンを継ぐことじゃ。
かの王を継ぎ再び火を、何これ、灯し闇を払い、不死の何とかを払うことじゃ感じがむずい。そのためにはまず王とアノールロンドで王の器を手に入れなければならぬだけそう、アノールロンドどうやって行くのっていう話なんだけど、待ってね、装備を見よう。一回これ外して、で呪術の火にして、魔法、あれ魔法ってどこにセッティングするんだっけ。あれ、ちょっと魔法のセッティングの仕方が分かんない。回復だよねこれだって。あ、かがり火でセットすんのか、そういうことか。そうだそうだ、そういえばそうだ、魔法のセットってあったもんねじゃあまたタリスマンにして、ちょっとあそこまで行きますか、鍛冶屋のところまで。はい、じゃあかがり火まで来ましたので、そうだよね、ここだよね、魔法を記録するって。で回復はでもセットしときたいよね。要は回復を発火に変えるかってことだよね。ちょっと発火でも使うだけ使ってみよう、見てみるだけ。でこれ呪術の火にして、でこっちに変えて、え、あ、超接近戦だ火球とかだと投げるのか、回数制だからね。でちょっと見えるかな、門が開いてるんで、そっちへ向かっていきたいと思います。その前にセットしなそう。やっぱり回復だな。そうか、何を上げなきゃいけない、記憶力か、記憶力を上げないといけないんだね。でもまあ記憶力にちょっと振ってる余裕がないからな。回復にしよう、安定の回復。じゃあ向かっていきましょう。ここも相当難しかった気がするんだよな。玉ねぎ剣士はもう中に入っちゃったのかな、ここが開いたことで。てかさ、俺が鐘鳴らしてさ、俺が開けてさ、玉ねぎ剣士ただ待ってただけなのに。間違えた、盾を構えようと思っていきなり回復を使ってしまった。戻るのもめんどくさいから、千の古城いて、いて、ゲッツッツェちょっといきなりですか。回復使おう、すでに2つ。敵が見えないんだけど、どこにいた。あ、これあれか、罠だったね。なんか床を踏むと、ぎ、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと本当に待って、これは本当に待って、全然ダメージが通らない。もう飛竜の剣じゃきついか。そうするとやっぱり、え、来てる、来てる、どこまで来てんだよこいつら。一応来れる範囲があるんでね、そこまではギリギリのところまでおびき寄せて。え、こいつらどこまで、マジでどこまで来んの。あ、ここら辺までだね。ここら辺があれかってことは、もう弓でプスプス言おう。22とかさ、ありえんだろう、弱すぎだよ。あ、離れてしまった、もうロックオンできる距離があるから来た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 、火力が足りない。いや全然無理だ、ちょっとこれ進んでいける気がしない。もう少しなんか鍛えないと無理かな。どこまで入ってくる、あ、消えてった。あ、あっちにワープしたあれ、一人消えた消えたね。別にソウルが入ったわけじゃないから、倒したわけでもないここまで来ると消えるんだけど待って、武器を、え、今強いのはさ、他に行くとガーゴイルの大野とか若干鍛えてあるけど、まあ、やっぱアストラの職権だよね。アストラの職権どこ行った、あった。これで魔法攻撃がどう通るか、いや、そうすると
千の工場行きますとか言っときながら、もう少し強い武器を求めないと。だいぶ火力不足だね。いる？いるね。できれば1匹ずつ戦いたいんだけど、あっち側からかも来んのか。結局このシーンだよ。弱すぎる。ダメだ、弱すぎる。これはレベル上げが必要だ。レベル上げというか武器を鍛えるのが必要だ。まあ、人間性というか生身を失ったのはいいとして、かソウル回収できんな。回収しとこう。何をどう鍛える？アスタラの直剣はね、光るかけらが必要なんで、欠片って言ってたけど、かけらみたいっすね。ちょっともう、鍛えられないから、新たなる武器とかが欲しいけど、ここで行くと、まあやっぱり、お、種火。オーケーオーケーオーケー、お願いします。アイテムでね、アルトリウスの紋章とかだっけ。あ、これ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 、2万円するんだよね。これ買ってあの森の中の扉に行きたいんだけど、ちょっとそこまでのお金がない。一旦うろつきますか。じゃあ本当に行ってみましょう。こっちになんかね、黒騎士がいたんだよね。黒騎士から強い武器をゲットできたはず、うまく倒せれば。ちょっと怖いけど下へ降りていきましょう。あそこにもアイテムがあるね。狭間の森、狭間の森になんかアイテムはあった気がするんだけど、あ、トカゲだ。うわ、逃げられた。これまたロードしなすよ、多分いるんだよね。まあいいや、トカゲは貴重なんで倒しておきたいんだけど、かけらが手に入るからね。どこまで降りればいいんだ。あれ欲しい。でもなんかいるかな。まあいいや、降りよう。いや、とにかく戦力増強が必要。レザーローブとか弱そうだな。今なんかすげえ落ちそうだったんだけど。あれ、これってこっち側に落ちなきゃダメ。とにかく落下が必要だね。どこまで大丈夫これ。この下落下ダメージは少し。足元が暗くて見えないな。とりあえず下に降りていけば、まあ、進んでるは進んでるよね。あ、いる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 。こいつ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 、こいつの槍が欲しい。ちょっと待って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 、ちょっと待って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 、待って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 、こっちまで落とそう。来て。どうやって落とすんだっけ。ほら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 、落ちろ。あと少し、ちょっとスタミナがない。あ、落ちた。いやー、一緒に落ちた。
塊。いや、これであいつのね、ちょっと武器は手に入るはず。で、あいつって倒すといなくなるんだっけ？忘れたわ。まあいいや、しょうがない。であいつはとりあえず相打ちで倒したということで、魔法武器の強化か。でまたここからだから、狭間の森を少しうろつきますか。そうすると逃げなおりゃ、ほら、あれあれあれ、スタミナがない、スタミナが消えてった。まあいいや、またの機会。ソウルを回収。これもう黒騎士いないよね、多分死んでるよね。あそこにもアイテムがある。ここら辺で黒騎士遭遇したよね。いる？あ、いないね。さよなら。こっちも行けんの？あ、あそこに火がある。じゃあここの火を灯して、ここを拠点にちょっとうろつきましょう。アイテムが出なかったらちょっとね、ロードして、ロードっていうかもう強制終了して、いいアイテムが出るまでマラソンっていうね、そういう方法もあるんだけど、そもそもこっから下行けねえじゃん。だこっちがあれか、総門盾手に入れたのでちょっと見てみましょう。あ、結構いごくねこれ。あー、物理95か。なるほど。わずかではあるが、スタミナ回復速度が上がる。そう、これ結構いいんだよね、総門盾だから。ただその代わりこのね、龍門章の盾はやっぱ物理カット率がね、何パーセントかっていうのもすげえ重要なんでね、総門盾もいいんだけど、やっぱりこの物理カット 100% っていうのがでかいんで、このままいきましょう。じゃあここを拠点に奥へ潜っていく感じか。そもそもさ、この装備で大丈夫なの？一応またアストラの直剣に持ち直してんだけど。あれ？これは？エレベーターか。そのまま下に行って死にそうだったな。早く来い。よし、ガチャリンコと。これ死んだ時のためにさ、どうせ死ぬんだからさ、上に戻しておいた方がいいよね。かがり火から来た時にいちいち上に上げなくて済むということで、それやっとこう。ガチャ、さよなら。あれ、行かない？行った。あ、スイッチでも行けたか。暗い。げっ、これドラゴン戦じゃん。飛竜の谷か。ここ飛竜の谷に通じてんだ。どうする？一匹ずつおびき寄せるか。あ、これさ、いけんじゃん。よし、このまま倒そう。で、矢がね、矢が、まあいいや、なくなったらもう 一種類の矢があったよね。いや、この本数じゃ倒せなくね？あ、無理だ。これ無理、諦めよう。飛竜の谷だ。飛竜の谷に通じてんのか。だいたいドラゴンなんてクソ強いはずだからな。まあ、1500のソウルくらい最悪ロストしてもしょうがない。全然ダメだ。30とか。ただこのサンダー自体は後方にいればなんとかなりそうだね。隙もでかい。
おいおいおい、待て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 、飛び上がってくるか。ドラゴンすんげーいっぱいいんだけど、奥に。そんなの倒せなくね。こいつスタンプ取れんのか。いって、そういうことか。ダメだこいつ無理、ちょっと諦めよう、帰ります。狭間の森がね、もうちょっとなんか奥の方があった気がするんだよね。こっちじゃなくて。ドラゴンどこまで来んの、ここまで来んの。もうすべてが火力不足だよ今。どうしよう。ドスドス言ってる音はするけど、こっちまでは来れないか、さすがに。こっち側が行けそうか。こっち側が行けそうだね。こっち側に向かっていこう。あそこにアイテムがあるからね。ただ気をつけていかないと。なんかいたな。なんかいた。ゴーレムみたいなやつがいて。あ、いた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 。あれだあれ。見える前方。発見されたね。このゴーレム、どう対抗するか。っていうか、二人に見つかった？さすがに、一体には無理だぞ。こいつ後ろ取れんの？後ろは取れない。バックスタブね、いわゆる。うん、来てる？もう一匹。来てる。ちょっとそれは無理だよ。やばいな、なんかあんまり後ろに行きすぎると落ちるからね。一体には無理、一体には無理。あれを回収しよう、まず。怖え。これを回収して、ソウルか。何か武器が欲しい。こっちの方に逃げよう。ここの扉まで来ればやつら追ってこない。でももう追ってきてないか。いや追ってきてる。ギリギリのエリアところでもうやり過ごすしかないからね。ああいつ逃げてったね。よし、飛びかかり。動き遅い。ほら、あ、もう一匹来た。しかしここは限界か。一匹は合流する。おー、いいね。きちんとローリングでかわす。これ無理。おー、いいね。このパターンだ。動きは遅いな、助かる。来て、当たった。ちょ、エスト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 。あんまりだから連打するのは良くないんだよ。動きを見て一回ローリング。で攻撃して動きを見てローリング、これだな。でゴリ寄せると思ったら最後ゴリ寄そう。200円か。ただ多くもないよね。でこっち開けて、 あいつがいたんだよね確か。見張りさん、ほら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 、ハベル君よ、ハベル君。こいつをどうするか。ごつすぎるだろう。おびき寄せて、また一発ずついく、両手持ちにしよう。おびき寄せて、やつが空振りしたところを、ぐごわ、一発で致命傷だな。これ一回使おう。狭いからね、両手持ちにしてこの縦振りにしたいんだよな。いや待って、飛竜の剣にしよう。飛竜の剣にして、このあれ、突きってどうやんだっけ。構えながら、違う、両手持ちにして衝撃波を出そう。もうこの際飛竜の剣はもうそれでいこう。くらい、全然ダメだ。衝撃波段差であれか。1988か。失ったらちょっともったいない、もったいないけどな。こいつ倒しておきたいな、やっぱり。ここまでは来ない。指の出番だ。弓矢がなさすぎる。こいつら、こいつとの戦いでさ、すげえグダグダになりそうだな。やっぱり一撃狙おう。もうこいつはせっせい堂々戦う。
やるしかない。覚悟決めろ。後ろを取れるはず。行って。 S 棟の暇がないから一回逃げる。勝てる気がしない。後ろ取りたいんだよ俺は。縦振りが多いね。よし、後ろ取った。くらい。いや全然、何回こうケツをいってやられた。横には振ってこないか。でもこれはあとゴリ寄せるんじゃないか。よーし、倒したぜ。落ち着いて対処すれば何の問題もない。3000、いいね。ハベルの指輪ってなんだっけ。狼はちょっと装備しておきたい。これはまあ別にいらないんだよね。本当に装備重量が増える。これすごくね。やったぜ。で結局だ、あ、外してよ。どうなった、装備重量。お、 85.5 あるってことはもっと重いのつけられんじゃん。一回外そう。え、 85.5 ってすごくない。57からさ 85.5 だよ。めっちゃ増える。これすげえ。これは来てよかったな。上級騎士装備できるんじゃないか。じゃあオール上級騎士で揃えよう。よ、いいねいいねいいね。これまだ中ロリいけるよね。中ロリいけるわ。てかさ、軽ロリでいけんじゃねえか。 85.5 の4分の1でいくつ。 85.5÷4 は21か。いやそれ無理だな。それはさすがに無理だな。もうちょっと重いのがいけるね。イノシシは格好悪いからね、装備したくない。防御力が上がればズタ袋とか。気持ち悪いな。今上級騎士が多分一番強いよね。そうだよね。39圧倒的だな。グローブも、まあ、これが一番強いでしょ。あ、これ強え。腰巻き23。え、これ強い本当に。これにしよう。腰巻きだけ。これどう。なんか似合わない気はするけど。よし、これで進んでいきましょう。で、ここ空いたから、なんだっけ、不死教区からも来れるね。やつを倒したんで。で、これガッチャ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 音がするな。近づくには向いてないな。一体ずつ処理っていこう。弓矢が全然足りない。プスッと当てて、おびき寄せる。結局、飛竜の剣に頼らざるを得ないんだよな。でこれもちゃんと落ち着いて処理すればなんてことはない。お、なんてことはあった。あんな攻撃してくんのかい。よし、死に様がすごいな。ほら、なに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 、なんか飛んできたよ。 あっちにもいるじゃねえかよ。うおうおうお、なんだよマジで、マジで何、光線弾放ってきてる。誰が、どっから。見失った見失った。
よし、割と合流していける。あとはあの光線弾みたいなの気をつけなくては。こいつも処理しておこう、きちんと。他いないよね。ああいるいるいる、変な竜みたいなのがいる。あいつが撃ってきてんだ。こいつさ、敵に当たればさ、145ちゃんと当たってるわ。ゴリオス、いやゴリオス問題はない、食らったけど。あのヘビみたいな、見えるヒドラみたいなやつ、あいつだよ。ただこのゴーレムもきちんと処理しておかないと。うおー、食らった食らった食らった、来た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 、怖い怖い怖い。一発で死ぬようなことはないけど、あんなんどうすりゃいいの。あそこの前方に見えるアイテム取りたいね。あれだけかっさらってこよう。横移動横移動横移動、木に当たればでもバシャーってなるか。貫通してる、騎士。騎士とさ、上級騎士だったらさ、なんか上級騎士の方が良さそうじゃん。待ってね待って、こいつはマジでどうにもならん。こっから先は行けなさそうだ。なんか行けた気がすんな、端っこ通って行けた気がすんだよね。でもちょっとヒドラを排除しないと話になんないから。弓矢がないんだ、弓矢が。アンドレイのところに戻るか、やっぱり。てか2万貯めよう、2万ソウル貯めてアルトリウスの紋章買おう。よし、当面の目標はそれにします。よっしゃー、倒したー。え、光るくさびし2個、かけら、大かけらも2個、すげえいっぱい手に入れたやったぜよーし、倒した。2000か。さらにアイテム、これはかけら系かな。お、デーモンのかけら、デーモン系の武器が鍛えられるっていうやつだね。ただまあ弓矢をね大量に買ったから、またソウルがなくなってしまったんだよな。なんかいい効率のいい稼ぎが欲しいな。ドラゴンマラソンしよっかな、また戻ることになるけど。ちょっと距離はあるけど一番安定的に稼げるからね。ちょっとドラゴンマラソンしよう。よし、決めよう。もう時間をかけてでも安全にソウルを稼ぐ、それでいきましょう。じゃあちょっとドラゴンマラソンをやっていきます。まあ勝手にドラゴンマラソンって呼んでますけど、ここに来て炎を吐いてもらって敵を倒すと、ちょっと1回で555ソウル手に入るんで、ここのかがり火ですね、ここのかがり火に触れて敵を復活させる。でまたドラゴンに敵を倒してもらって555ソウルをゲットすると、この繰り返しです。まあ一番安全なんでね、まあ、時間はかかりますけど、ちょっとこれでお金を貯めていきましょう。お金というかソウル。はい、じゃあ2万円貯まりましたので、アルトリウスの紋章を買っていきましょう。ソウルもね、まあもう何個か砕いちゃいました。でまあ、これを買って中に行くんですけれども、中に行ったらまたソウルためのねマラソンが始まるんで、ちょっとじゃああっちまでまた行きましょう。ここのデーモンはもういない。
てここを開けますと。アルトリウスの紋章を使いました。で中に行けるんですけど、ちょっと先にここをブックマークしておきましょう。でこっからがねまたちょっと勝負どころで、一体ずつね敵をこう引き寄せて、いるいるいる、こいつこいつ見える、今来てるやつ、こいつをねこうおびき寄せて、あれこっちの方まで来なかったっけ、崖に突き落とせるんだよね、あこっちの方まで来なくなっちゃった、全然ダメだ。この超狭い崖におびき寄せてここに突き落とすっていうのがねあったんだけど、あ来た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 、黒騎士戦法と同じですね。あいってースタミナがなくなってたわ。でこいつがいくつ持ってたっけ、はい、じゃあちょっとねいろいろと強化をして、今ですねこれグレートクラブを持ってます。筋力28だったかな、まで上げて、グレートクラブプラゴでいきます。これでもう火力でねとにかく押し切るということで、トカゲを相手にちょっと試しぶりをしてみましょう。まあもう何回かね試しぶりはしたんですけど、で攻撃するときは1回縦受けして速攻で両手に持ち替えて両手持ち攻撃と、これでね全ての敵を叩き潰す。で最初はちょっとここは1体ずつおびき寄せたいんで、2体来ちゃう時もあるけど戦いやすいところここでいきましょう。で受けてしまった、片手にしちゃった。片手でも98当たるんだよね、両手だとねもうちょっと当たる。ほら208、ちょっと待って2体はさすがにきついぞ。エスト飲んで両手持ち解除して縦受けして両手持ちでぶっ潰す、もう一発。無理だ。もう1上げればでも2発で倒せるかな。ということでちょっとねこのスタイルで、やっていきたいと思いますので、今回ねちょっと稼ぎの時間が、長引いてしまったので、じゃあ1000の古城は次回まとめてやるということで、今回はこれで終了したいと思います。次回は1000の古城を攻略していきます。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。